what's been on my mind. Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. こんにちは。今日は3月の1月っていうのがね、やばい。今日は3月7日、日曜日です。5度。でもなんか寒い、風があるからかな。はい、昨日ですね、鍋を食べた後におやつを買いに行ったっていうところだけちょっとだけご紹介したんですけど、というわけで昨日ね、何を買いに行ったかっていうとこちらです。分かりますか？バブカ知ってるかな、みんな。バブカ、なんか日本にもあるのかなって調べたら、なんとセブンイレブンでちょっと前に発売をされた。なんかどうやらその歌い文句がニューヨークで大人気のバブカみたいな感じで歌ってたみたいです。はい、そう、そういうその名の通りですね。ニューヨークで大人気っていうか、もうめちゃくちゃ定番のパン、お菓子、いやパンかな、パンになります。で、昨日はこのバブカってすごい人気のブレッツベーカリーっていうところがあるんですけど、昨日はチャイナタウンローアイスサイドに行ったので、そこから近いお店のミッチェルベーカリーって読むのかな、ミッチェルベーカリー、難しいですね。ここもバブカも、ここは食べたことないんですけど、美味しいということだったのでここを買ってきました。そう、じゃあちょっとこれをね、開けていこうかなと思います。ちょっと切ってきますね、これ。ちょっと汚くなっちゃった。そう、バブカって何かっていうと、そう、元はイスラエルとか中東の発祥のものらしいんですけど、そこからニューヨークにはね、そのユダヤの方々がたくさんいるので、その人たちがニューヨークでたくさん作って、お店でデリとかパン屋さんとかで作ってたりして、それがニューヨーカーにも人気になって、はい、でニューヨークにも浸透したっていう感じっぽいです。そう、これ何かっていうとね、バターとチョコレートを混ぜて焼いた、まあ、デニッシュみたいな感じなのかな。そう、ちょっとこの外側は固めなんです。でも中はしっとりふわふわ系です。はい、でお値段は14ドルとかだったかな。なのでこれ一人で食べませんよ、もちろん。これ全部一気にね。じゃあちょっとこれを今から食べていこうと思います。では食べます。そう、ちょっと嬉しいことにさ、ジンバルが復活したの。だからさ、今自由自在、もうどこでも撮影できます。はい、じゃあ昨日届いたセイコーヒーで、あー美味しい、コーヒーも、あーお腹すいた、いただきます。久しぶりバブカ食べるの、こんな感じです。練り込んであるチョコレートが、チョコレートも焼いてあるからサクサクなんです。めっちゃ美味しいよ。なんかお店によっては結構シナモンが入ってたりとかもするんですけど、これはもうシナモン入ってなくてバターとチョコレートだけなので、お子様でも大丈夫です。いや美味しい、大好き。やっぱさ、ほら、日本にはさ、たくさん美味しいパン屋さんあるけど、まあ、もちろんニューヨークにもあるけど、このふわふわ系のってね、なかなかないので嬉しいです。じゃあちょっと味わって食べたいと思います。そ
それでは皆さんまた明日、バイバイ。さあ勉強します。